藤原です。今日も仮想通貨ビットコイン、リップル、そして今日は iOS トークンのチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨のチャート分析や株、そして社会経済の話を毎日配信しておりますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。今日も仮想通貨のニュースを取り上げてから、相場分析に行きたいと思います。はい、まず今日のニュースはですね、コインポストの記事になります。コインポストの記事で、iOS トークン IOST がですね、前日比 30% の高騰、国内初コインチェックの上場でということで、コインチェックですね、私の動画の説明欄でもおすすめしている、仮想通貨取引所ですけども、そこで IOST が、今日ですね上場しましたということで、前日比その影響があってね、前日比 30% 高の 0.0065 ドルということで、約 0.7 円ぐらいまで高騰したということでしたね。それによって時価総額107位ぐらいまでにつけたということになりました。また、コインチェックでは、コインチェック貸し仮想通貨サービスとか、コインチェック積み立てにおいても iOS トークンを扱っているので、まあ、いろんな買い方とか、他の仕方ができるということですね。でコインチェックはこれによって、国内の取引所では最多となる14種類のコインを扱っているということになりました。はい、なのでね、私もねずっとコインチェックは、差し値がねできないっていうね、ちょっとデメリットもあったりするんですけど、まあ、ビットコインとかはできるんですけど、アルトコインの、ね、差し値ができないっていうちょっとデメリットあるものの、取り扱いコインが多いので、おすすめしてるんですね。だからコインチェックの口座を持ってない人は、一応ね口座だけでもいいから作っておくのをおすすめします。この動画の説明欄にリンクを載せております。はい、そんな感じです。で、iOS トークンの話をしたので、このまま iOS トークンのねちょっとチャート分析をしてみようかなと思います。iOS トークンが、かなり上がりましたね。まず、1週間ぐらいの、見てみると、こんな感じですね。これ1週間の、金額です。で一時期は、0.05 ドル、つまり 0.5 円ぐらいだったんですけども、一時期、0.8 円ぐらいまで、一気に上昇したって感じですね。これちょっとチャートがちょっとって途中窓が開いてるんですけど、実際はこういう風に上昇してきたって感じをイメージすればいいかなと思います。でもうちょっと引いてみて、最大マックスで見ると、それでも今底値圏なんですよね。今 0.7 円ぐらいですけども、一時期最高値は 7.7 円までつけばこうですね。なので史上最高値までの距離は、まあ、10倍と、今から史上最高値まで超えるとしたら10倍ぐらいに来ますよということですね。で一応、一番安かった時が 0.2 円までいったんですね。 0.2 円からもう 0.7 円まで上げましたということで、このチャートじゃ分かりにくいんですけど、ちょっと引き伸ばしてみると、ちょっともう引き伸ばし方が難しいですね。こんな感じなんですね。もうちょっと中期的に見てると今こんな感じでお椀型のチャートを形成してるんですよ。だからひょっとするとここの高値とかね、ここの高値が 0.9 円ですけども、こういうお椀型のチャートしてきたら結構上げのサインになるんですね。じわ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 上がってくる。だからショートも入りにくい、基本的にはロングがどんどん入ってくるような相場、こうなったら急に上げてくる可能性があるので、もしかしたら 0.9 円超えるとか、この辺のね高値、一番高値が2円、この辺が2円なんですね。この辺が 1.7 円とか急に上げてきて2円ぐらいに行くかもしれないという感じには私は思ってます。結構上昇のしそうな、チャート形状には見えます。ただね、ここの 0.9 円を超えられる、失速してまた下がってくるとまた 0.2 円とかに落ちてくるかもしれないので、注意が必要だなと思いますけど、少し前のネムみたいにね見えますね。ずっと下落トレンドなんですけど、なんかねどん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 陽線がじわ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 、ついてきて、お椀型のチャートを形状してフッと上げるみたいなね。ネムも1ヶ月ぐらい前からそういうチャート形状して今かなり高値にいるわけなんですけど、そんな感じに見えるので、今ちょっとね iOS トークン買っといたら、結構1年ぐらいとか、1年までいかないか、半年ぐらいとかで結構金額が、桁違いになってる可能性はあるかなと思ってます。はい、そんな感じですね。 iOS トークンは以上です。でビットコインに行きます。ビットコインはですね、結局 CME の窓が埋まってません。
こんな形ですね。結局ここの、いくらだったかな、1万600ドル、113万円ぐらいのところの窓が開いてるんですよ結局で、じわじわ今日上がってきたんですけど、また失速してきてるって感じで、ここの窓が開いたままなので、あんまりね、売り買いもされてないかなっていう感じですね。ちょっと光って見えないか。もうちょっと暗くしますね。こんな感じですね。で、出来高も、やっぱり入って、あんま入ってないですね。この辺でボン、ボン、ボンって出来高入ってる割に、最近全然スカスカなんですよ、出来高。だから、やっぱり一回上に振って窓を埋めます。そっからショート入る人が多分大勢います。私も、この1万300ドルのところでショート待ってます。他のね、仮想通貨の、ね、情報配信してるの人もここでショート入ると言ってる人多いんですね。私もそう思います。ここ入ってからの下の窓を埋めてくるっていう感じの流れになるかなと思ってます。つまり1万300ドルまで上げた後の、これ冷やしチャートです。1万300ドルの窓埋めた後のこの9600ドルの下落、基本的にね、下落トレンドを形成してるので、上がったら戻りを狙ってショートって感じなんですよね。だからちょうどね、窓、上の窓を埋めます。で、ショートして下の窓を埋めます。それで完了します。で、じわ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 横横してくるんですけど、そのうち上昇に転じてきて、エリオット波動でいうとね、大きなね、月足単位のエリオット波動でいうと、ここが1波、2波で3波、3波目の下落上昇で150万とか200万円とか狙ってくる、そんな感じの相場になるかなと思ってます。なので、次ビットバンクのチャートに行きますけども、引き続きやっぱり、113万円ぐらいのところで、ショート入りたいかなと思いますね。ここの窓埋まったらショート入って、ここがね、3年間続いた下落トレンドの紫の線になります。なのでその辺で、リグ、または、ここの CME の先物の窓が開いてる、9700ドル、9600ドル、102万円、103万円ぐらいのところで、リグーっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。そんな感じですね。で、現物は引き続きこの CME の窓が開いてる、102万円、103万円ぐらいで買いたいなと思います。あとはこうやって引いていくと、少し前の、ね、価格帯、この辺が2ヶ月ぐらい9595万円ぐらい、9000ドルぐらいでずっとサポートされたので、やっぱりその9000ドルぐらいのところ、96万円ぐらいで買っていきたいかなと思ってます。なので私の今の差し値は一応103万円と97万円で入れて待っております。ただそこで全力買いするんじゃなくて、この9000ドルを割ってくるとかなり悲観的なね、下落をしてくる可能性があります。そうなってくるとこの辺のね、80万円とかこの辺の70万円とかまだ落ちてきてもおかしくないので、全力でビットコインを今、103万とか96万円で買うんじゃなくて、もうちょっとね、余裕のもっとして、例えば7割ぐらいはこの辺で買うけど、3割ぐらいは、日本円残しとくみたいな、そんな感じがいいんじゃないかなと思ってます。はい、次はね、リップルですね。リップルは、引き続きね、画面がちょっと固まってしまって、今見れないんですけど、あ、画面が固まってしまいましたね。リップルはですね、同じような値動きしてますね。こんな感じで、右肩下がりの、下落をしてきているわけですけども、引き続き22円から25円ぐらいのところで買っていきたいかなと思ってます。昨日も紹介した通りね、ポッペさんと、まあ、私の目線がほぼほぼ一緒だったんですけど、22円ってところは何回もレジスタンスされているので、そこで、買っていきたいかなっていう感じですね。こんな感じですね。今25円ぐらいですけども、この22円ってことが1回、2回、3回レジスタンスされたので、会話としてかなり意識されやすいし、ちょうどここからここのフィボナッチレトレースメント引いた時も 0.30% ぐらいから 60% ぐらいの価格っていうのはこの辺なんですよね。だから22円から25円ぐらいで買っていきたいっていうのもあります。で、もう一つの根拠が、ずっと見られたら2年ぐらい続いたね、下落トレンドラインがありますね。それがちょうど今24円ぐらいのところで、線が入るのかなと思います。ちょっと画面がね、今消えてしまったので今引き直してるんですけども、こんな感じですね。2年間続いた下落トレンドライン、こんな感じで引けて、今ちょっとその上ぐらいで推移してるんですね。だから、ただ9月末ぐらいまで、この辺横横してくると、この線、紫の線でサポートされるとするならば、
22円ぐらいまで落ちてくる。で、サポートされて反発してくるみたいな感じで想定をしております。でもう少しね、よこよこしてくるでじれったいような相場が続くんじゃないかなと思ってます。仮想通貨全体的に。例外はさっきの上場したばっかりの iOS トークンとか、NEM は引き続き強いですよね。でもこの辺の、まあ普通のビットコインとかイーサリアムとか、リップルみたいな有名な銘柄はちょっとしばらくじわじわするかなと思ってます。っていうのも、出来高がね、全然入ってないんですよ。でこの辺で付けた出来高の3分の1とか、それぐらいまで出来高減少してるので、今ね、あんまりね、売り買いをしたい人が多いわけじゃないと思います。もうちょっと下がったら買いたいって人の思惑があったりとか、上がってきたらショート入れたいって人の思惑があるような感じの状態かなと思ってますので、この今、リップルの25円って価格帯とか、ビットコインの110万円前後の価格帯っていうのは、上か下かに振らないとあんまり値動きが激しくならないかなというふうに思ってます。なんで9月はね、ちょっとね、辛抱強くね、じっと買い場を待つと、差し値といてゆっくり待つっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。はい、そんな感じですね。こんな感じでちょっとしばらくじれったい相場が続きそうなんで、私はもう差し値は、全部仕込み終わってますけど、仮想通貨ばっか見てなくてね、今のうちにね、新規上場した株のね、銘柄とか見てみたりとか、最近ちょっと仮想通貨落ち着いてきそうなので、株にも注目したりしてます。はい、そんな感じですね。今日の動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンをお願いします。そして動画の説明欄に私がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。先ほど紹介したコインチェックとビットバンク、それが日本の取引所ですね。そして FX も挑戦してみたいという方はオーバービットとバイビット、ぜひ登録をしてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。この動画の説明欄、またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。